に何もありませんが、私にとってこの石室で待機状態を維持するのはごく自然な行為です。ですから私が沈黙を続けているのは別段不自然なことではないのです。おしゃべりをしたいけれど何を話したらよいものかなどと戸惑うようなことは万に一つもありません。気に入っていただけましたか？富、名誉、人の求めるもののうち自己実現の欲求に属するものを量子で構成されたものなんですけど、これは夢の影響なんです。外でサーヴァントとして戦う私、その元になった英雄の追体験ですね。私はかつてこんな風にいっぱいの財宝を集めて眠ったようなのです。その体験がこうして再現されています。可愛らしいものがないのは残念というか、戦利品ですから仕方ありませんよね。とにかくキラキラしているものに悪いものはありません。あなたもこういうものがお好きなのです？遠慮しなくてもいいです。さあ、あげますね。全部あげますよ。ほら、ザザー。わあ、綺麗。黄金の滝のようです。それとも王様の夢でしょうか？ほら、走り回っても無駄ですよ。私からは逃げられません。観念して受け止めてください。地上では金のお風呂が最高の贅沢と聞きます。どうぞたっぷり溺れてくださいね、私のマスター。そうですよね。あわわ、ごめんなさい、また失敗してしまいました。私ついはしゃいでしまって、喜んでもらえるかと思ったのですが、残念です。とても、you
石室についてですか？仕方ありません。質問されるからには返答しますとも。ええ、あくまで質問があったからですよ。ここは幽星本体から切り離された幽星のかけらの中、ある意味ではコクピットのようなものです。幽星のかけらは隕石ではありますが、同時に星船、宇宙船でもあるんですよ。その降下機能しかないものですが、操縦桿、ああ、馬でいうところの手綱や飛行機のレバーのようなものですね。ごめんなさい、私また機能的な話だけをしていました。管制飛行中のコントロールは私が行います。私はパイロットではなく制御機器の一部です。そういう意味では操縦桿そのものと言えます。ですね、ここはただ私を収めるためだけの空間ですから、常に必要最低限の広さしかありません。心配してくれるのですね。ありがとうございます、マスター。でも安心して、確かに私のスケールは魔力吸収によって変動しますが、この石室もその変化に合わせて拡張されますから。とは言っても常に必要最低限のスペースですから、自由に動けないことに変わりはないのですが。扉はありません。だって扉があるということは、それは部屋であるということでしょ。ここはただの空間です。私はここから外に出ることはありません。だから扉はないのです。でもそうですね、こんな狭い空間ですが、あなたたちにとっては巨神の寝台、部屋と思ってもらえるのは嬉しいです。ですから精一杯おもてなしさせていただきます。あなたは壁の亀裂を通ってやってきた初めてのお客様ですもの。自由ですか？ああ、そういうふうに考えたのですね。いいえ、自由なら、あなたという契約者を所有したことで自動的に獲得できています。その質問は、私にとってはもう意味のないものですね。だって、私はこんなに自由です。のようにして石室の外で活動できていますし、私にとってとても素敵な体験です。いいえ、この石室からは出られません。こ
こが私の世界です。私は外に出ないし、出ないようになっています。そういうふうに決めて、ええ、そう決まっているのです。拙いものですが、少しくらいは過ごしやすいかと思って用意してみました。お気に召してくださると嬉しいです。回復効果は堀の時よりも少しだけ上昇しています。ゆっくりお休みください。それじゃあおやすみなさいませ。どうかいい夢を。可愛くて少しだけ意地悪な私のマスター気分はいかがですか？もう石室の中は自由に移動して構いません。あの檻はこれで廃棄処分です。居心地が特別に良いというなら構いませんけど、やっぱり閉じ込められたままなのは嫌ですよね。閉じ込めたままだといつあなたを破壊してしまうか分かりません。だから、いいえ、本当のことを言うとどうしていいのか分からなかったのです。あなたは人間です。脆くて儚くて、少しでも力を込めればすぐに消えてしまう。そんなあなたを前にして私はどう振る舞ったらいいのかちっともわからなくて、それで檻を作ったのです。大切にしまってしまえば少なくとも壊してしまうことはないでしょう。これまでの時間でだんだん加減は分かってきたつもりです。もううっかりあなたを壊したりしません。あなたはただ一人の私のマスターですから。どうして謝るのですか？その必要はありません。檻から出たとしてもいつまでもあなたは私のマスターのままなのですから。
キャスターについてですか？それはどういう意味で、あなたはそういう質問をするのです？私は、いえ、英霊としての私は確かに十分とは言えない振る舞いをしました。でも、あれはあなたにだって責任のいくらかはあるのではないでしょうか。そうあってほしい。いえ、そのですから、つまり。責任、あなたにもほんのつま先くらいはありますよね。私だけのせいではなくて。サーヴァントです。正確には完全な電脳体を有していた頃のあなたが契約を交わしたサーヴァントの一人。私にとっては虜にした相手の昔の連れ合いとか。ですから、そんな風に質問されると困ってしまいます。落ち着かないというか、ムズムズするというか。私と同じように真っ当な英霊ではない羊でありながら、正しくあなたと契約していた存在。私と同じように巨大な存在の端末のような個体でありながら、あなたと寄り添っていた人。そんなの私、一言では言い切れません。ありがとうございます。急に変なことを尋ねてくるものだから困ってしまいました。お口に合いましたか？あと、見よう見まねでプログラミングした中央アジアの料理で、本当に作った経験はないものだから。ちゃんと火
ひよこ豆のペーストでしたか？飛び跳ねるのお好きなんですね。それならカゴの次は運動器具でも作りましょうか。未明領域に散逸する情報を集めれば、もっと面白いものを作れるかもしれません。私に道具作成スキルはありませんが、学習することはできます。欲しいものがあったらぜひ言ってください。ふつつかものですが、精一杯尽くさせていただきます。だって私はあなたのサーバントなのですから。そう言ってくれたお礼をしたいんです。ごめんなさい、時間が来てしまいました。本当ならもっとあなたには金の音が告げるのは逃れの戦いの時、戦う相手は青のキャスター、あなたのかつてのサブサーバント、共に聖杯戦争を戦い抜いた2機のうちの1機。考える時間が必要だったと思います。あなたには。私、初めに言ったはずです。私の目的はセラフの侵略、月の聖杯、ムーンセルの完全なる支配、他にはありません。私はそのためにこそ存在しています。私のしたいこと、それは、でも私にはしたいことは何か。相変わらずそっけない顔して言いたいところつくのよね、あいつ。憎たらしいったらないわ。ひざまずかせてめった刺しにしてボロボロにしたいぐらい。でも今の質問は簡単すぎね。答えなんてもう分かりきってるもの。そうでしょ、アルテラ。あなたのしたいことなんて一つだけ。このおままごとみたいな夢から覚めること。いや、だってそうじゃないね。あなたとコリスの関係なんて本当にタチの悪い夢みたいなものじゃない。冗談だなんて言わないわ。あなたと生贄が仲良く二人でおままごととか、そんなものはね。正真正銘の悪夢よ。捕食者と被食者がお手手つないで何？これ以上に悪趣味でグロテスクなことってある？私のブラッドバスなんて可愛いものじゃない。そう思わない？お前に言われるまでもない。三種のレガリアを一つに統合し、私はムーン、それが優勢からの指令であり、お前にボイドセルを与えた者の思惑だろう。ああ、アルキメデスのこと。いいのよ、あんなネクラ放っておいて。確かに力はもらったけど、私とあいつは最終目的が違うんだし。私が見たいのはあなたとあいつの結末よ。はじめはうざったかったけど、なんか面白いこじらせ方してきたじゃない。あいつとあなたの信頼関係、友情、果ては恋愛。ああ、おぞましくって最高に面白い。そんなの絶対成立するわけのないエンタメだもの。
お家がつくのかしら、あなたたち。何？怒ったの？やだ怖い。あなた相手じゃ私なんてか弱い地下アイドルみたいなもの、破壊されちゃうのかしら。あたし勘違いはやめろ。私にとってムーンセルを支配するために必要なものに過ぎない。初めから信頼なんて。はあ？何言ってるの、アルテラ。あるわよ。あいつにたっぷり向けられてるわよ、信頼。それがわからないって言うなら、ここで私があんたを殺す。絶対にかなわないけど、死んでもお前を殺してやる。なんて嘘嘘。幽霊直属のアンチセル様に対して生意気言っちゃった。ごめんなさい。でもそろそろ本気で自覚した方がいいんじゃない？幽霊の先兵だからムーンセルを支配するのか、欲しいものを手に入れるために支配するのか、結果はどっちも同じだけど、理由が違うのは大きいわ。後者だったら、まあ私たちは敵同士ね。だってキャラ被ってるもの。私に。いいえ、私に欲しいものはありません。あってはならない。だって欲しいと思ったものをこそ真っ先に壊してしまうってわけね。いいわ、それ最高。やっぱり怪物はそうでなくっちゃ。壊してもいいじゃない、殺してもいいじゃない。だって結局何をしても私たちには得られないものなんだもの。それで永遠に自分だけのものにして楽しむの、それぐらいしか私たちには与えられないの。私はあなたとは違う。違うと思いたい。あっそ。それじゃ今回は私も戦うとしましょうか。アルキメデスの目もあるし、幽霊のサーバントとしてちゃんと働いてるところを見せないと。でもまだるっこしいわ、アルテラ。英霊じゃなくてあなたとして活動すれば全て望むままになるのにね。巨神になれば全て望むままになる。
それは嫌だ。二度とセファールには。来たか。私が予想したよりもすぐに来たな。今回はもっとためらうかと思っていたが、他のレガリア保持者は私の敵だ。お前にとってどれほど重要なものであろうと、最優先で切り伏せる。石室の私がどれだけお前の待遇を変えようが、私の行動には一切の影響を及ぼす。戦闘し破壊する。それだけだ。そうだ、奴らを下し、私は万全の状態となったお前を手に入れる。行くぞレガリア、その第二の欠片を手にする時だ。この夢は